どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート25やっていきたいと思います。前回のパートはですね、無事学園祭を終わらせた、軽音楽同好会一行なんですけれども、まあその後、まあ、クタクタになっていたはるきくんが、また音楽室でね、かずさちゃんと2人で喋っていたんですけども、まあ、そこで学園祭楽しかった、俺は楽しかったけど楽しくなかったかみたいな、まあ、話をして、かずさちゃんが、その楽しくなかったわけ ないだろうみたいな、嬉しくないわけないだろうみたいな感じでね、まあ、朦朧とした意識の中、はるきくんはその話を聞いていたんですけれども、まあ、そこで寝落ちて、でその後また、意識を取り戻した時にせつなちゃんが自分の目の前にいて、でなんかまたそこで話していたんですけれども、まあ、ちょっとせつなちゃんの方から、まあ、ちょっと迫られたみたいな感じでね、顔を近づけられて、避けてもいいんだよみたいなこと言われて、まあ、どうするかって感じだったんですけれども、まあ、結局そのままキスして、その日は終わったっていうような、そんな感じのところまでやっていきました。では続き進めていきたいと思います。何しに来た？いや、学園祭来なかったから。日曜日の夜、北条大夫学園祭も滞りなく高野祭を終わらせ、祭りの後のなんとか感が漂っているはずの時間帯。そんなことのためにわざわざ押しかけたのか？俺は電車で3駅ほど離れたとある一戸建てのインターフォンをしていた。心配になるだろう。つい2日前まで高熱出して寝込んでたんだから。高熱だったのは3日前までだ。木曜はほとんど治ってた。委員長なら細かいところも間違えるな。なら細かいことを言わせてもらう。木曜朝からの当麻の体温の変遷だけど、午前10時から2時間おきに38度8分、38度5分、38度5分、38度3分。怖いよ。私は委員長じゃないからいいんだよ。怖っ、逆に怖いわ。とにかくあげてくれないか。若い女が一人で住んでる家だぞ。お前には常識ってものがないのか。ここ1週間毎日上がってただろ。それどころか毎日のように泊まって。外でそんなこと喋るな。近所で妙な噂が立ったらどうする。俺の声よりもインターフォン越しの声の方がでかいんだが。わざわざ夜分遅くに申し訳なくも来たんだぞ。お茶くらい出すのが礼儀だろ。突然押しかけてきた招かれざる客に出す茶なんかない。そもそもお前の言い方は日本文化としておかしいだろ。というか、はるきくん何をしているんだろう。これはどうしたんだよ。トーマ、何かあったのか。どうして昨日の今日でこんなにもよそよそしくなるんだ。俺の方の環境の変化なんてまだ知らないはずなのに。何かあったのかって、お前的には何もないんだな。それってどういう。知らないんだよな。いつも通りの北原なんだよな。変な誤解とか思い込みとかのないフラットなお前なんだよなって聞いてる。俺は俺だよ。そうか。トーマが何を聞きたいのかは正直よくわからなかったけど、彼女が望む限りはいつも通りの俺でいようって、特別な日をまたいでも変わらない俺でいようって。お茶だけ飲んだら帰れよ。その思いが通じたのかわからないけど、とにかく天のイワードが今やっと開いてくれた。気まずいなあ。なんだ。砂糖6杯目だぞ。いや、糖尿病なるぞ。いつものことだろ。そうか。いつもは5杯だったような気がしたけど。まあどっちにしてもあれなことに変わりはないけど、そろそろ飽和量オーバーしてないか。あれ確かにどのくらいまで溶けるんだろうね。暑いぞ、気をつけろ。ああ、すまん。いや、薄すぎるだろ、これ。うまいこと言うつもりはないんだけど、ぶっちゃけ黒い左右だぞ。黒い左右。
どうして来たんだ。昨日の今日で私のとこなんかに。さっきも言ったけど、また風ぶり返してるんじゃないかって。ならもう分かったよな。私は健康だ。さっさと帰る。話があるんだ。お茶を飲むだけって言っただろ。卑怯だぞ。いや、お茶を出せとは言ったけど。っていうか、そんな不毛な議論はやめようぜ。言っちゃうのかな。でも絶対にバレるから自分から言った方がいいよね。それは間違いないんだけど。話が進まない。昨夜までのお互い憎まれ口を叩きながらでも、少しずつ本音に近づいていった俺たちとなんだか違う。これって俺の方が変わったわけじゃないはずだよな。だってここまで徹底して意識しないように頑張ってるんだし。もう少し後でお互いの態度が微妙に変わるとしても、それは今この瞬間じゃないはずだ。そのなんだ、話の前に一つだけ聞きたいんだ。ああ、なんだよ。もしかしてあの時いろいろと自分の中身を出しすぎて、今になっていろいろな意味で後悔の念に苛まれてるんだろうか。まさかとは思うけど、お前って嘘をついたりわざとじらしたりして相手の出方を待つようなやつじゃないよな。うん。どうして答えないんだよ。やっぱ北原ってそういう男なのか。じゃあ今日来たのも本当は。いや、そうじゃない人間でありたいと思ってる。回答に詰まったのは確かだけど、別に図星を刺されたわけじゃない。相手に対して誠実で嘘も秘密も駆け引きもない人間が理想だ。こういう答えでいいのか。トーマが一体どういう意図を持って聞いているのかわからないから、汎用的な答えを探してただけで。じゃあ次の質問だ。トーマ、お前さっき一つだけ聞きたいって。お前がこっちの望むことを全部話してくれないからだろ。質問には完璧に答えたはずだろ。お前の聞き方が悪い。追加でもう一つだけ答えてくれ。分かった、そうする。今度こそはお互いに今の会話がまるっきり不毛だってことを認めたらしい。北原が今日ここに来たのってさ、私に話したいことがあったからなのか、それとも私に聞きたいことがあったから。自分のことだ。トーマに聞いてほしい話だよ。そうか。これは俺の決断だ。だからトーマの意見を聞くのは違う。というより聞いてどうにかなるようじゃダメだから。今の俺の思いを自分の意思以外で曲げてしまっては絶対にダメだから。ならいいや、勝手に喋る。気が向いたら聞いてやる。そういう態度も困るんだけどな。何を聞かれるのをそんなに恐れていたのか知らないけど、どうやら自分の心配事がなくなったらしい。トーマはいきなりあからさまに リラックスしやがった。こっちは未だにこんなに緊張してるのに、言葉とは裏腹にガチガチに固まってるってのに。まあ昔からそう見えないのは認めるけど。そういえばさ、今日の学園祭はどうだった？最終日だったろ。そりゃ楽しかったさ。しかも勝手に話せと言っておきながら勝手に話し出しやがった。朝はクラスの方に顔出して、昼からは大学祭の方も回って、結局高野祭まで参加した。体力あるね。よくもまああんな子供騙しのお祭りを心から楽しめるの。昨日間違いなく完全燃焼したやつのセリフじゃないぞ。私は別に。高野祭でさ、ミス北条大夫の発表があったんだよ。どうせ小木曽のぶっちぎりだろ。私らの年代が入学してから波乱の起きようがないからな。まあ確かにその通りだったけど。やっぱり近々今年のポイントを刹那が2位以下にどれだけ差をつけるかに定めていた通りの、それは一方的な制圧だった。
全有効投票数683票のうち、実に6割近くの402票を獲得しての、あまりにも箔をつけすぎな堂々の3連覇。まあ、その発表を聞いていた刹那は、これまたあまりにも微妙な苦笑いを抑えきれてなかったけど。でも、今年の投票で一番面白かったのは無効票だな。へえ、もう優勝が決まってるからネタに走ったやつが多かったのかな。そうかもな。何がおかしいんだよ。内訳はさ、2日目のキーボードの子、サックス吹いてた3年の女子、小木曽刹那のバックバンドの女の子の方。小木曽刹那のバックバンド。え、いろんな楽器を持ち帰って弾いてた人、ストレートロングのベーシスト、ホワイトアルバムの黒い衣装の子の方。3のいいトーマ、トーマ先輩、トーマカズさん。そんな独創的な無効票が全部で59。もし集計してたら5位。だよね、きっとそうだよねと思った。発表の後、チカ氏が言ってた。何にしろチェック欄がないから、みんなの表現方法も様々な創意工夫が見られて、集計する側としては苦労と楽しさが絶えなかったって。おめでとう、トーマ。私には関係ないだろ。これでお前の凄さを学園内に知れ渡させるという俺の野望は成就だ。だから私を祝ったってしょうがないだろ。自分で勝手に祝杯でもあげてろ。トーマの望むと望まざるとに関わらずな。うん、そうさせてもらう。ほら、乾杯。言いつつ俺はコーヒーカップを掲げ、やっぱり薄くて味がしない上にとうとう冷めてしまい、もはや飲めるもんじゃなくなってしまった美酒を味わう。知るか。トーマはもちろん付き合ってくれなかった。体調が良かったんならトーマも来ればよかったのに。俺も刹那も何回か電話したんだぞ。そんな妙な空気はごめん。確かにな。俺がカップを置くと、わざとタイミングをずらすように今度はトーマがカップを傾ける。それに私がいたって邪魔なだけだ。そしていつまで経っても傾けたまま、そこに粘りついた砂糖が降りてくるのを待っている。どうせ小木曽と二人で回ったんだろ。ああ、午後からは大学祭の方も。カップに隠れてトーマの表情は伺えない。一緒にたこ焼き食べて、一緒にリンゴ飴食べたんだろう。まあ、あとクレープとかラーメンとか。もうこの、もう春樹くんのこのクソ鈍感さにうわーってなるんだけど。ただ時折肩がピクンと動く。高野祭で小木曽と踊ったか。うん。だから俺の答えに耳を傾けてるのだけはわかる。で、お別れのキスでもしてからここに来たか。え、そして今俺が目の前でコクンとうなずいたのを、トーマはいつの間にか視界に収めてた。刹那に告白した。長かった。前置きが本当に長かった。刹那は、未だに信じられないけど、OK してくれた。ちょっと脚色しているっていうか、事実を伝えているわけではないね。でも、とうとう来てしまったって気持ちばかりだ。ものすごく言いづらくて、ものすごく気まずい思いを抱えてて、わけがわからないくらい、瞬間的に喉の奥がカラカラに乾いて、その声を絞り出すのに歯を食いしばった。だから俺、だからその俺、刹那と付き合うことにした。それでもさ、俺は誰に対しても嘘はつかない。誰に対しても誠実いる。さっきそう誓ったばかりだ。
刹那。うん、トーマの家出たところ。今から帰る。ん？何？声が小さくてよく聞き取れない。ついでにさ、そんな泣き声じゃますます聞き取れない。うん、うん、だから考えすぎなんだって。刹那はトーマがそんな反応するわけないだろ。もちろん今まで通り何にも変わらない。俺たち三人のままだって。それは無理だよ。多分無理だね。本題はそれか。トーマには一番に言うべきだと思ったから。関係ないだろ。私は関係なくない。どんな思考回路だ。お前も小木曽も自意識過剰なんじゃ。俺はたった一日前ずっと三人でいたいって言った。そうだっけ。興味なかったからよく覚えてないけど。あの言葉は今だって全然嘘じゃない。そりゃ言ってることとやってることがずれてるって言われても仕方ないけど。忘れてたことを勝手にほじくり返して勝手に謝られてもな。だから三人の間に秘密を持ちたくなかった。不快だって思うか、許せないって思うか。どんな理由で北原と小木曽が付き合うことに私がどんな理由でそんな感情を持つって。二人の友達を片方だけ贔屓したみたいで。そんなの仕方がないだろ。北原がさ、二人に向ける感情の温度に差があるんだから。そんなこと。簡単な話だ。そして最初から当たり前の話だった。小木曽の趣味の悪さはこの際置いといて。なあトーマ。だからもういいだろ。トーマと刹那と俺と三人でいてくれるか。私はお前を友達だなんて思ったことはないけどな。トーマ。離れる理由はないよ。え？そんなの何もない。だって前にも言っただろ。私と全然違う二人が私と全然違うところで勝手にくっついたって。やっぱり害なんかないよ。なんかカズサちゃんの立場を思うと辛いよね。うん、うん。それじゃあ明日10時にそっち行くから。じゃあおやすみ刹那。結局刹那は最後まで半泣きのままだった。トーマが俺に友達以上の感情はなかったって、そんな当たり前のこと信じないまま、彼氏の言葉を信じないまま。まあ仕方がないか。何しろ俺たち始まってまだ2日目なんだから、これから絆を深く、そして強くしていかなくちゃならないんだから。にしてもな、俺があの小木曽刹那の彼氏か。多分学園内の誰もが、2日前の俺も含めて誰もがこんな展開予想してなかったじゃ予想してなかったんじゃないかと思う。やべ。そんな急転直下の近未来に思いを馳せてるうちに、いつの間にか電車がホームに近づいてくる。携帯をポケットにしまい、代わりに定期入れを取り出すと、俺は現実を思い出させる人混みの中に分け入っていく。だからここで俺が無双していたもう一つのありえない未来を切り捨てていく。な、トーマ。俺、初めて会った時からずっとお前のことが好きだったよ。
秘密はないって言ったくせに、早速秘密の話だけど、もう二度とそんな風に思わないから、いいよな。いいよな、トーマ。そうなんですか？それはちょっと予想外だったかもしれない。いや、なんか、カズサちゃんがさ、友達、ハルキくんのことをなんか友達、完全なる友達として思ってるんじゃないんじゃないかっていうのはさ、まあ感じられると思うんですけど、あ、ハルキくんも最初からそうだったっていうことなんですね。でもなんでじゃあ、せつなちゃんの方に行ったんだろう。ちょっとわからんな。難しいですね。その辺は私はちょっとよくわからん。まあちょっと今回はこの辺で終わっとくか。なんともモヤモヤした気持ちになってしまったんですが、見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。